じゃあそれは私のリクライニング後じゃん。うん、あの日熱中症でやられた日だな、確か。マミー見たけど。マミー下山でやられると思わなかったね、あの日。うん、でもちょうどね、うちのこの後ろ側が軽くなってるから、右側と後ろのトランクちょっと燃えるゴミとかで出せるの出しちゃおうぜ。うん、ちょっとおにぎりとかあったらさすがに捨てましょう。もうドンキのおにぎり買わねえし、これあと前もそう言って買ってきたぞ。だっけ、うん、もうやめよう。普通にしれーと買ってきてる。いないかな。来てる ね、 ここでも、うん、あ、待ってくれてる。待ってる、待ってる。あの車なんか猫が出ようとする。猫、これ上のタイかもね、これ。あ、あっちは曲がるって。曲がるか、マジで。アン君のおじちゃんじゃないの。あ、違うか。うん、アン君はあれだと思う。違うな。猫にあんまり、ね、猫声なんて。あ、よかった。来なくたって。おめえこっちかよ。あれ、あー、違う。あ、はいはいはい。あの下ね。そこか。先行っちゃうか。ちょっとゆっくり行って。スバリストの人ね。あそこも言うの人でしょ。そうだよ。なんか お兄さんだった。見てなかった。あ、見てない。あれ救急車。あれずっと止まってね、あれ。いや、知らない。まだ今日ずっと止まってるよ、あれ。朝以外今日外出てねえもん、申し訳ないけど。なんかずっと止まってる気がする。さっきいたんだよ。なんか死んじゃったんだよね。そういうこと。いや、でもそういうことだよ、救急車が速攻で行かないのって。ね、っていうの聞いたことあるけど。うん、だって1時間前に帰ってきたじゃん。どうしたの？なんかグロッキーで覚えてねえやつ。うん、いや、なんか本当変な言い方なんだけど、もう本当に緊急じゃない場合ってなんかいろいろあれするから発射しないでしょ、なかなかって。へー、言ってたよ。それつけ、あ、つけてるか、つけてるか。だから残念だけど。ふぅ、疲れた。ご年配の方とかそういう感じなんだよ、多分ね。まあ、わかんないけど。コミコミゾーン。やだ、ちょっと車の中で寝るわ。いや、別にいいけど。いいよ、ちょっとダイソーだったら何買うか言ってくれれば買うし。え、なんで？うわ、いや、多分あなたが見てもわかんないよ。めんどくせえな。こんなもんさ、軽快だろ、こいつ。いいかもんだけど。みんなタバコ吸いながらしね。あ、神戸ね。あ、なんか納得。おめえはダメ、もう神戸アウトでしょって思うんだ。うん、思うけど超ギリギリ来る。何すんだ、カツカツしてんの。行けないんだからさ。ここ信号買うの早いんだから待ってよ。っていう計算できないのかな。神戸の人だからしょうがないんじゃない。でも乗せないで済んだろう、なんで。いや、たまたまね、他の人の車に乗ることになったのか。そうそれが多分近い、家的に近い人か、そっちの方が。そうたまたま来たんだよ。よかったね。正直人乗せるのだるもんね。まあ別に少しだったからいいけど、ただちょっと遠回りになるっていうか、その愛子のそう、帰りのところ道を行かされることになるからちょっとめんどくさいなと。アイコ行ったらもううちが電車でさ、伊勢浜までさ来てれば一緒に帰れるじゃん。しかも車の中あんま乗せたくないし、うん、こんな状態だから。ちょっと綺麗にするからちょっと待っててくれって思う。うん、で、22日に今月またあるかもないかも。まあ、梅雨が、でもね、梅雨明けてもやっぱ夏ってスコールとかいろいろあるからね、うん、意外と難しい季節だよねと思う。今日すげえ風だもん。もう洗濯物飛ばされるんじゃないかと思ってドキドキしよう。暑いなぁ、しかし熱中症じゃないもんですよ。軽々と思う。ただ疲れた。疲れがでかいと思う。
然上がんなかった。痩せればできると思うけど。今度、後ろの車が鳴らしてきたりするよね。直進の車。これは大丈夫でしょ。これより行けないからっつって。うん、これより一個しろ。ああいうガツガツの人ってちょっと意味わかんない。これは無理でしょ。あれも悪意あるじゃん、さっきの。もう分かってんじゃん。行けないよって、それでこれしろ。神戸あれ行っちゃダメでしょ、本当は。ダメだよ。どう見ても信号無視だよね。なんであれ時警察いねえんだろう。ちょいちょい張っててほしい。危ないし。ふう、疲れた。疲れた時はあとあれも撮った方がいいよ。そうだね。撮ったけどね。そういうレジャーみたいなのした時はやっぱあれ飲んだ方がいい。OS1 一本だけ。通常で何でもない時に飲むとやばいらしいけど。なんで？なんか成分的な問題でしょ。あ、そうなの、あれ、うん、ってなんかで見た気がする。でもそういうふうに確か物自体も書いてあった気がする。要は、なんだろう、健康費みたいな感じで飲んだらやばいんだろう。うん、確かね、だから容量をちゃんと守んないとダメじゃなかった、あれも。モンスターの、ああいうエナドリと一緒でしょ。あ、そうなの、あれ。あ、一緒でしょって言っちゃう、そういうなんか使いようとかっていうか、あ、その使用するやり方っていうか、モンスターはね、あれうまいんだよな、味が。だから怖いんだよ。糖尿病になるよ。なるでしょうね、あれ。だってあんなで尿石でちゃう。あんなでけえじゃん、しかも。あんなでけえし。年がもう30いってるから、まず気をつけた方がいいよ。うん、いや、飲んでないよ、俺。まあ、君は飲んでないけど、うん、前例だと、うち、前も言ったじゃん、うちの職場のさ、あ、まあね、男の子たち、結構飲んでる人多いしさ、言ったらアッキーなんか毎日飲んでるしさ。あれは飲んでるっけ？まあ、レッドブルだけどね、でもダメだわ、と思って。あの、なんか50円のあの栄養ドリンク飲んでるけど、タウリンとか言ってる。てか、すごい、毎日はやばいと思う、さすがに。だけどね、なんか毎日、例えばそのさ、1本をさ、2日で1本飲むようにするとかさ、3日で1本飲むとか、うん、だったらまだしもだけどあるね。まあ一応ね、仮も1日1本推奨でも、毎日飲んでたらやべえよ、あんなの。金持ちだなと思ってたんだね。金持ちっていうか、なんか健康、体悪くしそうって。すると思うよ。とりあえず糖尿病にはなんなと思って。あれね、癖になるんだよな、1回飲むと。1日絶対飲まなくちゃいけないっていう、よくわかんない。ルーティンできる。でもね、なんか疲労回復とかできるからね、つい頼っちゃうよね、疲れてると。違うよ、疲労回復っていう錯覚だよ。脳の信号を変更させてるだけだよ。でも眼性疲労ってか、でも頭痛しづらくなったから、マジキューピーコーゴムドはちょっとありがたい。あ、まあね、ああいうなんかあれは多分大丈夫。本当にピンポイントなんだ。本当に足の頭痛って目からなんだよ。目から来るか、変な話なんだけど、生理中か生理前のなんか症候群じゃないけど、あるんですよ、そういうのは。症状出る人いる、まあ多いと思うけど、女性の人は生理1週間前ぐらいからその体に変化起きて、頭痛を起こしたりとか、腹痛くなるとか。あれはまだいいじゃん。それの頭痛がやっぱひどいから、頭痛薬飲まないと生きていけないから、結構3日ぐらい連続で頭痛薬とか飲んでる時あったから、本当やべえなと思ってた。まだいいけど、生理痛はどうしようもできねえと思って。あんなん我慢したところで。栄養ドリンクはやばいと思う。あのドリンクなんだっけ、モンスターか。あれしかもめちゃくちゃ量あるじゃん。よくあんなすげえ量飲むよなって、うん、怖いよね、モンスターってね。あんなに量、値段が高いから、あえて量多いめにしてんのかしらね、買ってもらうために。知らんけど、最近でもあれやんなくなったね、無料配布。高いからじゃん。あれだったらいいよ、使っても、あの、もらっても。そんな飲むしねえよ。モンスターってあれ、年齢制限あるでしょ、確か飲む。確か子供とかダメだったよね。なんか麻剤とか入れてるやつでしょ。でも子供に配ってんのどうかと思うよね、うん、それちゃんと自分たちでさ。麻剤って何ちょっと。確かあれはマジ大人とか成人の大人じゃないとダメだった気がしたから、確か小学生とかは違うし、ダメだった気がする。後ろに書いてあった気がする、年齢制限。何歳からみたいな。何歳からか、何歳未満ダメだったか忘れてたけど。モンスターだったか
かレッドブルだか忘れたけど、まあでもあんなの子供に飲ますもんじゃねえよ間違いなく。あー昨日豚足のオーサルにもったいなかったな。さすがにあれ持って帰れないからな。ちょっとダメだ昨日疲れすぎちゃって、ちょっと傷んでたりしたら困るから申し訳ないけども、お昼ご飯で全部食べちゃったんで温めて。それは全然いいよ、残そうかなと思ったけどでもなーって、食べちゃって食べちゃって、直接箸つけてないけど一回もう箸ついてるやつだしなと思って。もうね、そういうの買わない、もう素材も買わないし、めっちゃ美味しかった、素材買わないなんか、だから月に1回ぐらいご褒美で行くか、そういう気、普通にめっちゃ飲みてる。いや別に月に1回じゃなくてもいいけど、そこまで行けたらしい、疲れたしかし。でもなんかね、職場の人には教えたくないなって思う場所なんだよね。嫌だもん。あーダメだ、ちょっとこれきついわ、長いここの信号じゃねえや、渋滞が。ちょっと寝る、どこ行きたいのつってもあまり、行きたいのって聞いても私が言うとこ全部却下されるってさ、あんたの意見だけで終わんの。今月は行くのやめようかな、何もかまち、なんかこの日いいですかって言ったらなんか忙しくなってた。何々の件承知しましたっていうのをさ、前々からこっちから来たらしいんだけど、金で言ったらなんか利用者クエイジってシリスプーンスレイプないですねと思ってカチンときた。今月くらいやめたと思って、ついでに連絡しようかなっていう言い方だった。繋がってんだよね。何の話をしてんの？高尾。高尾こんまっすぐじゃない？うん。あそこ行くと。南尾山に繋がってんでしょ。そっからでしょ。うん、いやどっちのが近いのかなって思って。まあ普通にいた方がいいな。こっちか。この左か。Google のあれで調べてみればどっちが早いかって出ると思う。いややっぱこっち左曲がれて出る。気のせいか救急車の音がするんだ。あーピーターにこの声なかったね。どうしたの？なんかお巡りさん出てきた。なに行っちゃダメよ。あー救急車が来たからってこと？あ、来てるね。うん、止まった方がいい。おまわりさんです。残念だけど
譲られましょう。大丈夫？うん。うるさい。見ようか。あ、いい、そこまで大丈夫。逆にこっちの方がいいよ。見寄せられる。行ったことないからどこだかよくわからんすね。さすがにそういう元気ね俺。ちょっと見てるわ。